我が軍による反攻作戦により戦況は大きく変わった。しかし依然として大陸西部、そして軌道エレベーター周辺はエルジアの勢力下にある。皆も知っている通り、灯台を守る巨鳥アーセナルバードが空を支配しているからだ。そこで我々はストーンヘンジによるアーセナルバードへの狙撃作戦を決行する。隕石迎撃、そして大陸戦争でエルジア軍が兵器として運用したことで有名なストーンヘンジだが、大陸戦争当時、独立国家連合軍による空爆で大半の砲台が破壊されてしまった。ただしその時、隕石によって被害を受け復旧中だった一機は空爆を受けずに済んだ。オーシア軍は秘密裏にその一機の復旧を進め、基盤システムの再起動にまでこぎつけた。発射準備作業が完了すれば発射が可能となる。ただし作戦担当士官から2発目が撃てるという言葉を引き出せていない。つまりチャンスはたった一度だ。しかし難攻不落のアーセナルバードを落とせる絶好の機会だ。我々はこの作戦にかけたいと思う。この動きを察知したエルジア軍はストーンヘンジへの進軍を開始している。アーセナルバードも接近中だが、射撃準備が順調に進めば作戦空域到達前に撃墜が可能だ。ストーンヘンジの周囲に防衛拠点メンヒルを設置した。これを航空支援しつつ航空優勢を確保、巨鳥を撃ち落とすまでストーンヘンジを守りきるのが我が部隊の任務だ。アーセナルバードを一機でも撃墜できれば、軌道エレベーターの防空圏を大幅に縮小できる。そして今、ストーンヘンジ以外にアーセナルバードを落とす手はない。失敗は許されない作戦だ。ストライダー隊、滑走路へ移動。速やかに出撃せよ。並びに航空支援の各部隊へ。今私が一番欲しいのは時間よ。時間さえ稼げれば私のプログラムがアーセナルバードを撃ち落とす。今のは作戦指揮官のデュアナ・マゴニー少佐だ。私は特技兵のレーマン中尉。これよりアーセナルバード破壊作戦を決行する。長い戦いになる。兵装を無駄に消耗させるな。あれがスターヘンジか。思っていた意味でかいな。見ろよ、ケーブルだらけだ。電源車で無理やり稼働させてる。しかし、全体戦の兵器ってちゃんと動くのか。壊れてたんだろ。動かなければ、俺たちの命運は尽きる。変に祈っておくんだな。だが、撃てればアーセナルバードでも落とせそうだな。ああ、撃てればな。それに当たればな。こちら、メンヒューキクトルス。前方に敵戦車だ。敵戦車を発見。ロングセッパー、水航空支援を要請する。メインシックス、航空支援要請を了解した。直ちに展開させろ。いいか、要塞を落とせってんじゃねえ。ここを守るだけの仕事だ。楽な仕事だぞ、有料で働けよ。空爆に耐えられるとは思えない。何としても阻止するんだ。
しかしロシアの勢力の測量に交換したと使いやがって。
いや、仲間の努力を無駄にしないために、100% まで待ちましょう。そうね。その間に、増設した射撃管制装置の再チェックをして。了解。あなたはあなたの戦い方で答えなさい。外の敵からは
私のプログラムに必要な時間がかなり稼げた。もう間もなくダウンヘンジ発射の準備が整うわ。なんだ、ちょっと待ってくれ。レーダーにかなり、この巨大な反応はアーセナルバードだ。
最終カウントダウン。